のまま行けば。今夜はピザル。はい。もうちょっと壁振り。もうちょっと壁振り。高さもうちょっと上げる。この手真ん中見て、ちょっと、いくつやる？ 2000 やってるから。あ、しょうが怪しいしな。ギラギラし始めた。あ、ごめん、俺が悪かった。俺が悪かった。まあまあ、でも。じゃあ、ありがとうございました。今夜は今夜ったら、これ今夜はって言って、あの、田辺さんの日常というよりは、とある OL の日常です。はい、な感じで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。で、出ないから何やってんの。はい、よう、終わりました。3、はい、おー、行っちゃった。もう一回、もう一回いただきます。いや、素晴らしい、いい感じですよ。はい、参ります。はい、本番終わりました。4、3、はい。シャー。ピザ、ハット。いきます。ピザ、ハット。じゃあ、トゥー。そう、トゥーは伸びた方がいいね。もう手伸ばしちゃっていいから。トゥー、伸びた方がいいね。よーい。ピザ、ハット。いいね。ピザ、
伸ばしすぎた。もう一回、トゥーだけ行こう、トゥー。3、はい。トゥー !3。トゥートゥートゥー伸ばしすぎた。トゥーいいんじゃないかな。OK!OK! かわいい。はい、OK、いただきました。トゥいただきます、本番。おい本番。本番。また。よーい。よーい。はい。さ、はっ。やります。うん、うん、大丈夫。本番。本番。はい。よーい。はい。はい、オッケー、オッケー、チェックしますよ。チェック、泉さん、はい、チェック、オッケー、はいよ、本番、よー、これ本番いきます。はい、オッケー、お疲れ様でした。すいません、今なんか言われてピザ発注した。すいません、このカット OK です。ありがとうございます。ゆっくんお疲れ様。お疲れ様でした。コロコロお疲れ様。自分から行きます。いいと思うよ。はい、じゃあよろしくお願いします。行きます。本番、はい、よーい、はい、バッチリマヨスキー。はい、カット。あ、もうちょっと聞いてくれかな。声が、はい、じゃあ行くよ。ナンバー、はい、よーい、はい、はい、はい、カット。カット。続けます。ちょっと待って、覚悟いい？はい。はい、じゃあ行きます。よーい。はい。待ってよ、マヨチキ。ありがとうございました。寒い中で。帰りにあのさっきの店でテイクアウトして帰りました。ありがとうございます。お持ち帰りだ。テレビ用にしました。ありがとうございます。曲がってるカルボナーラ、あれを頼みました。食べて帰ります。ありがとうございました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 。そうですね、あのピザ大好きですし、普段からピザハットさんのピザは食べてたので、すごく光栄な気持ちと嬉しいですね。まあ、いっぱいプレミアムマルゲリータが食べれて最高に美味しかったですし、すごい楽しい撮影でしたね。なんかこう一人でこう自分の好きな映画を見ながらこうピザを食べるっていう、こう日常の感じとか、普段もなんか自分も映画見ながらピザ食べたりしてたので、なんかこの普段の感じというか、そういうのをなんかうまく出せたかなと思ってます。普段何気なくこう家で一人で食べたりするピザも最高なんですけど、やっぱこう仕事頑張った日に食べるピザだったり、
こう仕事仲間の人たちとか友達とかとこうワイワイみんなで食べたりするのもなんか全部美味しいなって思いますね。こうなかなかこうピザを一人一枚食べるって子供の時とかから考えるとすごい贅沢なことかなと思うんですけど、でもそれをこう何気ないこう平日の夜とかにこうまあその一日をこう彩ってくれるじゃないですけど、一人でこう好きな映画見たりとかしながらこう食べるっていうのが結構何気ない日常の中のなんか結構理想的ないい夜の過ごし方かなって思いますね。アクションとかコメディとか見ながらピザ食べてるシーンとかが出てきたら最高ですね。それと一緒に食べて見てみたいな。楽しむっていうことですかね。なんかなんかシンプルにそれだけな気がしますね。楽しむ、きついなって思うこととか大変だなって思うこともそれが楽しい、その大変さも楽しいなって思うようにしたりとか、まあなんか人が経験できてないこととかなんかその日々の生活の中で、まあ、新鮮さみたいなのは大切にしてるかもしれないですね。CM をご覧の皆様、こんにちは、山添健人です。今回ピザハットさんの CM に起用していただき、すごく嬉しく思ってます。ピザハットさんはトマトソースとチーズにこだわりがあるのですが、まあ、今回も撮影中に食べさせていただいて、本当に美味しくて、なんかリアルにその食べて美味しいなっていうのがあの映像に出てると思います。僕のおすすめはプレミアムマルゲリータです。平日の夜に食べるとそれだけでなんか素敵な特別な一日になった気がします。なので皆さんも自分のお気に入りの特別なピザを1枚見つけてみてください。私もお家であのピザをよくいただくので、あのキャラクター CM キャラクターになれてとっても嬉しいですし、実際の撮影でも一番おいしい状態でピザを食べながら撮影ができるので、本当に毎回食べるのが楽しみで、お腹いっぱいで本当に幸せです。はい、私は今回のテリマヨチキンを食べさせていただいてるんですけど、なんかそこが本当に自分で見ても美味しそうにこうピザの状態も最高だし食べてるので、そこはぜひ見ていただきたいなと思いますし、あとはなんかピザハッツって言いながらなんか普段しない権限パをしてたりもするので、なんか見るだけで元気にもなるし、こうピザ食べたいと思ってもらえる CM になってるんじゃないかなって思います。はい、今あのやっている大河が一からしっかり見ててとても好きな大河なので、その大河とあとは普通に連続ドラマもいくつか見てハマってるのがあるので、その録画して取りだめてるのであったりとか、ちょうど放送してたらその連続ドラマを見ながらピザ食べたいなってすごく思いました。はい、2024年の目標を決めるのが少し遅れたんですけど、最近決まりまして、それが1年を通してずっとお家をきれいに保つことにしてまして、決まった時からお家に帰ってきても最初すぐにソファーとかに座らないで、一旦やらなきゃいけないこう片付けをして全部整えていくっていうことを今年のこだわりにまずはしていきたいなと思っているので、お家がきれいだとお仕事から帰ってきてもすごく気持ちがいいですし、寝る時間も結構なんか後回しにする癖がなくなるので、早くなってすごくいい循環がされている気がするので、
今のこだわりはそこです。もともとはなんかこう、あ、これやりたいなと思って一旦これしようとか、そのご飯食べてからにしようっていう後回しがあったんですけど、こうタオルをしっかり置いといて、あとアルコールとかこうちょっと分解する薬剤をちゃんと置いておいて、それですぐにシュシュってやってフキ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 ってできるような状態を整えておくようにしてます。最近は、映画とかその連続ドラマを見ることがまあ増えたんですけど、もともとこう全部ライトを全開のままつけたまま見てたんですけど、こう映画をのテレビの前の上かのライトだけをつけて他を消すとすごく集中できることに気がついて、しかもこうリラックスできる感じがするので、お仕事終わって帰ってきて、まあ、ある程度やること終わったらその電気の状態にしてその作品を見て、こうストレッチをしながら見るっていうのが最近のルーティーンというか楽しみになってます。 CM をご覧の皆様こんにちは、浜江美奈美です。私にとってピザはとても特別な存在で、その美味しさであったり、楽しさを皆様にお伝えできることにワクワクをしています。CM を通して楽しい時も嬉しい時も、そして少し疲れた時もピザを食べるととびっきりの笑顔になれることが、伝わると嬉しいです。皆様もぜひピザハットでピッツァビューティフォーデイをお過ごしください。ピザハットです。どうも。最近ハマったこのマルゲ、チーズが違うのはわかるんだけど、でもなんでこんなに。まあいっか。これぞプレミアムマルゲリータ。今夜はピザル。ピザハット。今夜はピザハット。待ってろマヨチキ。大人気テリマヨチキン、お持ち帰り半額。今夜はピザル。ピザハット。ピザは普通の一日をちょっと特別にしてくれる。ピザって気分が上がって美味しくって、みんなでも一人でもとびっきりの笑顔になれる。ピザはいつだってあなたのそばにいる。ピッツァビューティフォーデイ。ピザで素晴らしい一日を。ピザハット。ピザは普通の一日をちょっと特別にしてくれる。気分が上がってとびっきりの笑顔になれる。ピッツァビューティフォーデイ。ピザで素晴らしい一日を。ピザハット。